イベントインフォメーション福岡。梅雨入りもしてそろそろやっぱりアジサイ、これが見たくなってくる時期ですよね。福岡県の海の中道海浜公園アジサイの小径フラワーミュージアムの方ではアーリーサマーフェスタが現在行われているそうです。6月10日から7月1日土曜日まで行われるこのアーリーサマーフェスタ、アジサイ約1万株やスイレンなどの初夏の花の見頃に合わせて、開催されているイベントで、期間中雨が降る日には各入り口で雨をプレゼントするほか、海の中道駅口では各日先着20名に晩傘や雨に濡れると色が変わる子供用雨傘を貸し出しているそうです。また6月11日日曜日には傘に絵を描いてオリジナル傘が作れるパラソルペイント体験、これ300円で参加できるそうですけども、これを実施。その他17日土曜日は陶芸シーサー作り1000円や24日日曜日にはスイレンの咲くレインガーデンのガイドツアーを行うことになっています。売店では6月30日金曜日までの期間限定でアジサイ柄のグッズも販売。さらに今年から雨の後につぼみをあげるハブランサスをアジサイの小径に約5000株植培いたしまして、梅雨の季節により彩りを添えてくれるということなんでございますね。アジサイを中心に約1万株が見頃を迎えていますアーリーサマーフェスタ海の中道海浜公園アジサイの小径フラワーミュージアムでございます。詳しいお問い合わせはですね、こちらは海の中道海浜公園の方にお問い合わせをください。電話092-603-1111 092-603-1111 番、こちらで詳しいことはお問い合わせをいただきたいと思います。先ほどご紹介をしておりましたけれども、6月の11日日曜日がパラソルペイント体験、これ20名までだそうでございまして、午前中の朝10時からとそれからお昼の1時から、参加費300円で体験をすることができるそうです。また6月の17日土曜日は陶芸シーサー作り、これも定員が20名になっているんですが、朝10時半からの20名とお昼1時半からの20名、こちらはですね事前申し込みが必要になってまいります。当日定員に空きがあれば OK なんですけど、空いてなければね事前申し込みした方優先ってことになりますから、ぜひお問い合わせをしていっていただきたいと思います。こちらが参加費1000円。その他にも6月24日土曜日には刺し木体験教室、こちらは定員10名お昼1時半からです。こちらも事前申し込みが必要ですが無料で体験することができるそうです。6月24日土曜日のレインガーデンツアー、こちら定員20名お昼2時から約20分間無料で参加することができます。ぜひぜひ6月の10日から7月の1日まで行われます海の中道海浜公園のアーリーサマーフェスタ、ぜひこちらに足をお運びください。